どうも、今回はですね、今をちょっと賑わしてる人ですかね。じゃじゃん。工藤さんですよ。工藤さん。なんか、今はですね、J3 ですよね。J3 のデパチャラーロ。もうなんかもう、チーム名もわからへんような、なんとか宮崎。デパなんとか宮崎に所属してますわ。はい。で、まあ試合には出てるんですかね、出てないんですかね。まあまあちょこちょこ出たり出てなかったりだと思うんですが、チェックしてないんでね、さすがに。ただ今回はですね、この人のことについてお話ししたいんですが、この人ですね、どうやらですね、なんか病気になりまして、うん。なんか、水頭症かな、なんか俺よくわからないんですけど、要は脳のなんか病気らしいんですよ。で、なんかもう ICU にも入ってるみたいな感じで、おいおい、マジかと思って。まあ、この人、そうね、元日本代表やと思うんですよね。あの、ザッケローニジャパンの時に、本田圭佑とかと、共に代表ちょっとだけ入ったんちゃうかな。まあ、定着はしなかったですけど、多分世代も、あ、世代的には本田圭佑の世代とは違うんですね。ロンドン五輪世代か。宇佐美とかと似た世代かな。まあ、32歳ぐらいかな。ね、働き盛りのバリバリやってる時なんですけど。まあ、ちょっとね、どのぐらい重症なんかっていうのよくわからないんでね。ただま、ICU に入ってるってことはね、相当ちょっとやばいっていうことなので。なんとかね、持ち直してもらいたいですよね。まあまあまあ、ね。どういう感じなのかちょっと全くわからないんでね。俺ら素人にはね。まあ、とりあえずね、回復して、宮崎をね、J2 に、昇格してもらいたいですよね。まあ、俺から言えることはただ一つかな。生きろ、ということですね。